ことぶきさん、はい、洋画を見るとき字幕ですか、それとも吹き替えですか？おー、なんかこれ僕の世代かどうかは分からないですけども、字幕で見た方が2っぽいってありません？字幕の方が元の役者さんの声じゃないですか、うん、はいはいはい、はい、だからそれに乗る、まあ、感情気が楽っていうものがより感じやすい。そうそうそう。で、僕9歳の娘がいるんですけれども、ついにこの前、うん、字幕映画デビュー。どうでした？アベンジャーズのインフィニティウォーを予習もさせて、はいはいはい、嫁は全然見てなかったから嫁に見させて、うん、で、これ勉強しようっつってで、行ったんですよ、はいはいはい、どうだったって聞いたら、うん、こういうことだと分かったっていう。いや、極めて冷静ですね。でも、帰りがけプレスシートというか、なんかガイドブックみたいなのあるじゃないですか、はいはいはい、を初めて買ってって言われたから、それで家帰ってから僕のいないところでアベンジャーズクイズってのが流行ってるらしくて、ハリーさん、うん、字幕、はい、吹き替え、あ、ごめんなさい、僕完全字幕ですね。あ、そうですか。役者さんの声とか結構大切にしたいし、ニュアンス含めてなので、うん、でもハリーさんに一つね、このお伝えしたいのはね、はい、これはもう映画あるあるですけれども、はい、やっぱり英語が分かる方が字幕を見に行ってちょっと早めに笑っちゃうやつはやめてくださいね。あれ本当あるあるですからね。あれやっちゃってませんよね、まさか。あ、なるほどね。だからほら、みんなと笑うタイミングが全然一緒じゃなく、普通の人たちはみんな字幕を見てから、はい、あーってなるのに、はい、ほらもう喋っちゃってっから、はい、そのネイティブスピーカーの方々は早めに笑っちゃうんですよ、はい、だからなんか、はい、なんか出遅れてるみたいな、はい、あの感じ、はい、それ僕です。やってる、はい、全然周りも気にしないです。あれ気をつけてください。本当ですよね、空気を乱してしまいますので、はい。